ふなさん、こんにちは。はい、こんにちは。また古賀さんの部屋にまだね今回は来ておりますけども今までは古賀さんの部屋でちょっと古めのタックルとか、ねはい、昔の思い出みたいな感じで、はい、いろいろお話ししてましたけど、はい、今回は今使っているライオタックルですね、はい、今の状態っていうか九州の昔みたいな草ぼうぼうの最盛期じゃなくて、はい、現在の状態の九州で普段使っているタックルというのをお話ししてもらおうかなと思って、はいはい、来ましたということで今回はそんな感じで古賀さんの今使っているタックルを紹介させていただきますのでご覧ください。はい、まずですね、やっぱりこれまで20年30年前のお話をしてきたんですけど、まあ、当時はですね、まあ、池もクリークもともかく水生植物が豊富でですねやっぱりそのヘビーカバーに対応したようなヘビーロッドじゃないと対抗できない状態だったんですよ、うん、そして大きさも、まあ、80、90は当たり前みたいな、うん、そんなレベルだったんですよね、うん、まあ、ところが時代が進むに従ってどん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 ウィードがなくなっていって、もう今完全にオープンウォーターっていうのがもうこの僕の前でももうほぼ 100% 近くオープンウォーターで互換されてですね、もう見る影もないぐらい、見る影もないぐらいです、はい。でもね、それでもやっぱりライオはいることはいるんですよ。魚はちゃんと存在してる。魚はちゃんと存在してます、うん、ただやっぱり今までのその30年前のそのヘビータックルではあまりにもオーバーパワーですから、まあ、どん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 タックルがパワーダウンしてライトタックルライトタックルになってしまって、今もうライトライフゲームっていうスタイルで結構それをメインにやってるんですよ。はい、ちょっとこの間古賀さんの部屋で動画を紹介した時は、はい、ガンガンとか、はい、もうチャナックスとか、はい、ウェイドベトモンさんの濃いやつとか、はい、もう降りましたみたいな、はい、景気がいい話だったんですけど、それとは打って変わって、もうライトな日本の衰退とこう比例するようにライオフィールドの衰退もガンガン進んでただね、魚はいますよ、魚はいます。魚はまあまあいますから、うん、まあタックルと考え方を変えることによっては意外とまだ旅の楽しめるんじゃないかなと思いますね。効率よく釣るということ、そうです、今合わせるということですね。そうですね、はい、まあ、時代の変化にこうアジャストした釣りを展開していく、それをタックルを今日は紹介していただきます。まず非常にそのオープンウォーターになってしまったもんで、こういった風なライトな、これいつも使ってる竿なんですけど、うん、まあ、この前も紹介した長崎のメーカーアゴプロダクトさんの、うん、シューツ 73H っていう竿ですね、うん、それからこの羽田クラフトさんの RT59、 59ですね、うん、それとこれ僕もこれちょっとテストに参加させていただいたバリバスさんの龍が61、うん、こういう風な、非常にライトなロッドで、ライトなロープロあ、リールもロープロじゃん、リールもロープロなんですで、糸だけはね、8号使ってるんですよ。あ、そう、釣れたり、うん、までじゃないよ、やっぱり大きい魚もたまに釣れたりしますもんで、はい、糸だけは8号使ってます、うん、魚を逃さないですね、はい、糸だけは8号使って、竿はライトな竿です、ライトなんですね、はい、ですね、こういう風になったら、ね、こういう風に非常にパワーダウンしました。この中で一番使用頻度が高い、使用頻度が高いのは今もこれですね、やっぱりアゴプロダクトさんが、はい、そうです、使用品ですね、これがやっぱり非常に僕がやっぱりこうパラボリック系の竿がやっぱり自分の性格にやっぱり合ってるもんで、あ、まあまあ、40年近く前から田辺紀夫さんが使うような竿をですね、僕はすごく愛用してたんですよ、うん、でそういう竿を愛用してたもんで、うん、このアゴプロダクトさんの方ももともとはそのティファのファクトリーチームにいらっしゃった方だったみたいですね、はい、でまあ同じような性格のロッドだっていうことで、うん、はい、これ2ピースなのにその継ぎ目は関係なく結構根元から曲がります、曲がります、はい、技術の進化を感じますね、はい、ですあ、しかもこれ2ピースだから古賀さんみたいに重付きスタイルで探し回って釣るのにも適してるっていう感じですね、はいはい、なるほどね、でこれだけで釣りを調べてなくてまだ難しいですね、そうですね、それで年に数回ですね、うん、やっぱりこう昭和の釣りっていうのをやってるんですよ昭和の釣り1970年代から80年代まで、はい、で昭和の釣りに使うタックルがこれです、あ、これです、これがやっぱりザウルスさんの
EC60B っていう、うん、リリーパッドハスキーの前身とも言えるサウナなんですよね。ところがやっぱり今のライオンタックル、特に P ラインの強度にやっぱり昔のロッドって全く耐えられないんですよ。はい、あのコメントでもあのチャンピオングリップでマグナムハスキー出してくれたら買いますとかコメントいただいたんですけど、うん、今のライオン釣りにはチャンピオングリップっていうのが全く対応できないんですよね。で、もともとはチャンピオングリップがついてたんですけど、うん、チャンピオングリップ真っ二つになりました。真っ二つになりました。ところそれで今はそのスミスさんのストライクグリップをつけて、うん、ちょっと今お話ししてます。なるほどね。ですです、はい。これは前チャラックスのお話をお聞きした時に、はい、結構テストとかでいただいたみたいな話もしてました。そうです、これはこれがまさに、はい、これはいただいたものなんですよね。ああ、はい、なるほどね。はい、でこれもまあ年に数回、そう、年に数回ちょっと気持ち的にタイムスリップしたりとか使うみたいな、少年の心ですね。ちょっと時々取り戻さないとモチベーションが上がらないので、使うわけです、ね、そうですそうです、はい。リールもこれはちゃんと型にして、はい、77年の 5600C です。76C にして、はいはい、あえてああいう今のロープロレシーズンに、そうそうそうです、丸型をつけてやられて、ね、まさに少年の心、少年の心を失わないようにですね、これを使うわけですね、はい、なるほど、そうです。でこれだけ紹介していただきましたけど、はい、まだこう2番が残ってるんですけど、ね、やっぱりこうライトな、その完全にそのオープンが9割 100% 近くになってますけど、やっぱりカバーがあるところとかもあることはあるんですよ、うん、あ、ヘビーカバー残ってるんですよ、はい、残ってるんですよ、うん、でそういうところではやっぱりこの男のタックル、サーペントライト。サーペントを持ってちゃんとテーピングをしてますよ。なるほど。ちゃんとこのライトになったと思わせつつ、思わせつつちゃんとこのサーペントも持ってるんですよね。で、サーペントにはもちろんディールはこれでしょ。ちゃんとこれも両がシュラプネル、ちゃんとシュラプネルもちゃんと持ってて、持ってて、ちゃんと合わせて、合わせて、ちゃんと保有してます、保有してます。まあなんだかんだ言ってもそのカバーがやっぱり少ないもんで、うん、カバーが少ないライトカバーにはこのアナコンダの2本、ライトウェイトシューター、ライトウェイトシューターですね、はい、アナコンダ2本、LWS76 と、70H を使用してます。はい、なんか名前から分かるように、はい、ライトウェイトシューター、うん、もうライトカバーとかを狙いましょうというサウナ、ね、そうです、はい、ちゃんとそれにアジャストして、アジャストしてですね使ってるわけですね、はい。なんか使い分けとかあるんですか、さっきのアゴプロダクツとこれを使い分けるとか。あ、やっぱりね、アゴプロさんは、うん、完全なオープンウォーターです。あー、完全なオープンウォーター、はい、でこちらはややカバーがあったり、うん、浮き草とか、うん、そういったライトカバーのところがこれです。あー、なるほどね、はい、そういう使い分けをしてるわけですね、はい、でかろうじて皮脂とかハスがあるところではソーベントです。あそういう使い分けです、なるほど、わかりました。でまだありますね、今ね、それで釣りの実況の撮影にも使ったんですけど、うん、それに使ったのがこのマグナムハスキーネックスです。ああ、ツーピースの、はい、ツーピースしかもマグナムハスキーネックスですね、うん、はい。でこのネックス、ツーピースで僕みたいにほらバイクで直行する釣り人にとってはすごく重宝するんですよ、うん、ああ、はい、そうですね、道路交通法違反しないように、あ、しないよそうです、はい。でそしてこのデザインがね、これやっぱり昔のマグナムハスキーに近いんですよ。あ、黒くて、黒くて、うん、迷彩じゃないし、迷彩じゃないしですね、うん、でただ色はですね、こちらのつららさんの竿、このアプラサス、あ、アプラ、アプ、アプサラス、あ、アプ、アプ、アプサラス、アプラサラス、アプサラス、アプサラス、アプサラスやな、アプサラス、アプサラス、で色がね、これでね、あ、これこの色にしてくれればね、ああ、思うぞね。
でもちょっと意外だったのが、うん、アプサラスもっとこう6、8とかなんか短いのあったじゃないですか。ありました、ありました。古賀さんのイメージだとクリークであっちを使ってるイメージだった。アプサラスですね、はい、これ81っていうけど、実際のブランクがすごい短いんですよ。グリップがすっごい長い。あー、そうそう、ブランクがそれで短い。そうそうそう、短い。だからショートで使いやすい。道路交通法にはいやしない。あー、意外と短い。短くなんです。あー、なるほど、ね。はい、はい、です。で、色もいいし、色もいいし、で、これを使うわけですね。そう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 、そう、ね、色がね、やっぱりこの色だとね、やっぱりその気になるんですよ。なんかね、気持ち的に、気持ち的に。なるほど、ね。だからね、やっぱりスミスさんのお願いとしてはやっぱりこのネックスを、例えばマグナムハスキー25周年記念とかでこの色にして、あのスーパーストライク の、 あのマグナムハスキートリガーロゴを入れてくれたらね、もう絶対60ぐらいのおっさんがもう買いまくりますよ。スミスさん、これを参考にしてください。よろしくお願いします。最後は去年も使ったこのあれですね、SAGA のサンプルの SAGA61 です。これあれでしたよね、うん、去年の最後撮影で、うん、大きいのです、ね、ですからもう去年はもうともかく追い詰められてたもんで、撮影がうまくいかなくて、だからもう最後はもう自分が一番信用で信頼できる差を、あ、絶対逃さない、絶対逃さない、はい、それを使って、撮影を成功させることができました。ああ、そういう時に使うんですね、はい、ですです。あ、そんな感じで古賀さんのお部屋に潜入した時にいっぱい竿があるなってみんな思ったんですけど、もう決して無駄にしてるわけじゃなくて、そうです、ちゃんとしっかり全部それぞれの状況に合わせてちゃんと使い分けてる、はい、そうです、ということですね、はい、そういうことが今回は分かったと思います、はい、ということでですね、自分の釣りに古賀さんの釣りを落とし込みたいなと思った方はこれを参考にしてください。だけど世界に1本しかないものとか、ね、もう廃盤になってしまったものとか、ね、全然使ってないものとか、ね、あんまり参考にならないかもしれないですけど、でもですね、エンターテインメントとして楽しんでいただければと思います。じゃあまだ怖くない。はい、じゃあ今日は古賀さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。